きです。チャンネル登録待ってます。どうもサノンです。今日は渋谷で付き合って4ヶ月目のカップルにインタビューしてまいりました。2年前に出会って付き合い始めたのが4ヶ月前というカップルなんですけども、彼氏が彼女大好きすぎるんですよね。はい、ということでございまして、こちらの動画どうぞ。はい、それでは早速お話伺ってみたいと思います。まずお二人の年齢とご職業をお願いします。僕は今22のフリーターですね。20の大学生です。ここは出会いは何だったんですか？バイト先が一緒でした。バイト先一緒？はい。バイト先何やってるんですか？居酒屋です。居酒屋出会って今お付き合いされて何ヶ月目？まだ4ヶ月です。会ってからは長いよね。会ってからは2年ぐらい経ってます。一番最初出会った時の第一印象ってお互い覚えてます？可愛くねえなと思ってあいつが悪かったんですよ。悪かったの？そう。あいつ悪かった？なんで悪かったんですか？いや、もうなんか一人興味なくてその先輩の第一印象は？まあ、おバカさんなのかなみたいな。バカさん？どんなところは？なんか入ってから2日目なのになんかこれ分かんないんだけど分かるみたいな聞いてきて、この人バカなのかなでもこの人バカだなっていうのを露骨に出してくるんですよいつ頃からじゃあこう付き合おうかなっていう風になったの？それがなんですけど、去年の12月じゃないですか、別れたって言ってたのが。あ、そうだね。その頃にはまあまあ相性良くなってたんですよ。なんですかね、この長いスパンでのツンデレと言いますか、徐々にこうデレが始まったの？そうかもしれないですねいつぐらいから好きになったのお兄さん？そう、ちょうどその12月ぐらいかも。あ、そう。はい。お姉さんはいつぐらいから？まあ本当に1月から。そう、別れてちょっと会ってから、あ、めっちゃいい人だなっていうのを思って、そっからですね。告白はいつ？告白は2月です。お姉さんが別れたから早かったね。なんていうか、こう止まれなかったです。それはその日告白されると思った？まあされたら嬉しいなぐらいには。告白したら OK だったんですよ。そう。これちょっと嬉しかったね。それは嬉しかったですね。はいはい、嬉しかった。じゃあちょっとお互いの好きなところをちょっと聞かせてもらっていいですか？なんか立ててくれるんです、意外に。彼氏のことをやっぱ大事にしてる？大事です。彼氏好きなところ？まあとにかく優しいです。本当にあの話絶対何でも聞いてくれるし、頼りになります。どんな話するの？どんな話？バイトはやっぱ同じだったんで、その話とか。今バイト先は違うの？今はもう違います。バイト先ちょっと心配じゃない？もうおじさんへの気に入られ方が半端ない。ちょっと心配じゃない？そう、心配はしてないですね。大丈夫です。安心はしているんですけど、でもちょっと嫌な気持ちになるじゃないですか。はい、だからそういう時は先輩ずらしてこう反対側に動かしたりとかして。そうです。ちょっとお前あっち側行ってくんね、一回っつって。こっちも絡まれますよ、おばさんに。あ、そうなの？めっちゃ好かれてるんで。え、そういうのってなんかちょっと心配になったりは？やむけど、まあ別に大丈夫かなみたいなお互いちょっとここは気をつけてほしいなみたいな。私って言ってほしいんですよ、自分のこと。自分のことを、私琴音って名前なんですけど、琴はとか言っちゃうんですよ。可愛いと思ってずっとこう許しちゃったんですよ。僕もなんか負けてましたの、可愛さに。でもちょっと一回心を鬼にして私に直そうとしてるんですけど、9割のロケでしたね。お姉さんちょっと直してほしいの？直してほしいところは遅刻するところ。最長2時間ですね。マジで？はい、好きだろ？違う、2時間待たされたじゃん。これまた喧嘩になりますよねこれ喧嘩になる。喧嘩したらどうやって仲直りするの？そうですね、僕は基本謝ってるんですよ。マジで無視して帰って、家帰ったぐらいに、ま、電話が来るみたいな。ということでいきたいと思います。告白から中まで3、2、1、どうぞ。いや、でも遅刻しないから、もう好きだよ好きだよ。私も好きです。なんすか？めっちゃ恥ずかしいよ。正直な感想は？なんすか？なんならもう一回したいっすもうこれあの、もうチャンネル関係なくどうぞ。チャンネル関係なくていいですか？満足？満足っすね。満足っすね。正直な感想。まあ嬉しいです以上、東京ときめきチャンネルでした。またねー。またねー。最後のチューをした後ですね、はい、あのもう一回したいと言ってて、あの家庭チューをまたし始めました、はい、それぐらいラブラブな2人でしたけども、ああ面白かった。あの彼氏がもういいキャラでしたね、はい、あの末永くお幸せに、はい、次の動画出ましょう。そんじゃまたね。動画の下の概要欄からチャンネル登録お願いします。お願いします。韓国かヨーロッパロシアあたりか、スイスとかフランスとか。
東京ミックス通り、ハミングス